急性骨髄性白血病は、白血病の一種で、骨髄系の造血細胞が悪性腫瘍化し、分化、成熟能を失う疾患である。正常な造血細胞は、造血幹細胞から分化を始めた、極初期に、リンパ系と骨髄系の2系統に分かれ、それぞれ成熟していく。この造血細胞が腫瘍化したものが白血病であり、その中でも細胞が、 成熟脳を失うものを急性白血病と呼ぶ。さらに、急性白血病の中で、白血病細胞に骨髄系への分化の傾向が見られるものを、急性骨髄性白血病という。骨髄系への分化は、早い段階で止まり、正常に成熟することはない。急性骨髄性白血病では、白血病細胞は分化、成熟脳に異常をきたし、白血病細胞は、 増血細胞の洋弱な形態を取ることから、打球とも呼ばれる。急性骨髄性白血病はこの打球が増殖する、疾患である。白血病細胞は、正常な増血細胞と比べて増殖が早いわけでは、なく、むしろ増殖の速度は遅い。正常な血球は寿命を持ち、増血が適切なコントロールを受けているために、一定の数を保っている。 しかし、白血病細胞はコントロールを受けることなく、増殖を続けるために無制限に数を増し、骨髄中で正常な造血細胞を圧倒して、正常な造血を阻害し、骨髄中から末梢血へと溢れ出てくるのである。白血病細胞が増殖して、骨髄を占拠してしまうために正常な造血が行えなくなり、赤血球、白血球、血小板が減少するために出血。 液感染症、貧血などの諸症状を起こす。また、末梢血に溢れ出た白血病細胞が核臓器に侵潤し、核臓器の組織を破壊することで様々な症状を引き起こす。なお、慢性白血病は、急性白血病が慢性化した疾患ではない。この両軍の発生液除は基本的に異なり、急性白血病が慢性化することはないが、逆に、 慢性白血病が急性化することは少なからずある。受診のきっかけとなる初期症状としては、などがある。健康診断で数値以上を指摘され、発見される場合も稀にはある。早期発見すれば当然症状も軽度であり、診断までの期間が遅れるほど白血病細胞は増加して、初期症状の強さが増し、脾臓、肝臓やリンパ節などに浸潤して、 臓器主題をきたし、様々な症状が現れるようになる。通常、症状が出る段階になれば、血液検査にて貧血、血小板減少が認められ、病院における標準的な血液検査さえ行えば、健康人の末昇血では見られないはずの学級が出現していることが多く、血液中に学級が出現していれば、専門医でなくとも、 白血病を疑うのは、さほど難しくはない。ただし、血液中にが急が出現する疾患、あるいは骨髄でが急が正常より増える疾患は、急性骨髄性白血病だけではなく、したがって2008年風分類では、骨髄中のが急の割合が20%以上と、定義している。急性骨髄性白血病では、症状が出る段階まで進んでいると、 すでに体内の白血病細胞の総数は膨大なものになっているので血液内科専門医を緊急に受診する必要がある。通常は診察を担当した医師がすぐさま血液専門医に紹介を行い血液専門医のいる病院に緊急に転院させる。血液専門医は白血病が疑われる場合、すぐに骨髄検査及び遺伝子検査などを行い、 診断を確定する。骨髄の中には、増血幹細胞から手術の血球に分化していく途中の細胞があり、それらのうちのどの段階の細胞が主要化したかによる FAB 分類に基づいて、M0、M7 の病形及びそれらの亜系に分類される。FAB 分類は染色を用いた顕微鏡的観察に基づくものである。近年は、 分子電学的な観点に基づいた風分類が用いられてきている。主要細胞の形態を重視し、それに細胞化学染色を組み合わせて判断する。近年は細胞表面マーカーも診断に用いられるようになっているが、あくまで補助的なものと考えるべきである。M0、M7 以外はミエロペルオキシダーゼ陽性である。近年では血液腫瘍疾患における 病態整理の分子レベルでの解明に従い、分類の再構成が試されてきた。その結果、2000年には、風臓受器付リンパ組織、主要分類が発表され、さらに2008年に改定された。第4版においては、大きく7つのカテゴリーに分類されている。なお、本記事は、急性骨髄性白血病であるが、ここでは、風分類に順じて、 急性骨髄性白血病及び関連線群、細胞性腫瘍に関して記載する。治療は抗がん剤を用いた強力な化学療法が主体となる。このため抗がん剤の臓器毒性や合併症に耐えられるかを年齢、全身状態、合併症有無とその程度などから評価して治療内容を決定する。治療は寛解導入療法と寛解後療法からなる。 全身に存在する白血病細胞を化学療法で減少させ、顕微鏡検査で白血病細胞が認められない状態に到達させるのが寛解導入療法である。しかしこの段階では白血病細胞は残存しているというので、さらに化学療法を行い残存している白血病細胞の全滅を図る。これが寛解後療法である。実際には寛解後療法は、 ある一定以上を継続しても、再発率はそれ以上減少することはなく、治療に伴う有害事象の方が大きくなるので、寛解後療法の回数は4回までとなる。完全寛解の状態が5年続けば、再発の可能性は低く治癒とみなして良いとされている。なお急性リンパ性白血病では、有用ない治療法は、アマルでは有用性は示されていない。 寛解導入療法寛解後療法全身状態が不良な場合は治療関連死の危険が高いため症状の緩和に努めるという選択もある寛解導入療法以下の治療法が選択されうる寛解後療法基本戦略はサルベージ療法によって再度寛解に導入し寛解導入と同程度あるいはそれ以上の強度で寛解後療法を行い 最終的に、同種増血幹細胞移植を行うことである。標準的な治療法が確立されているわけではないが、以下の治療法が挙げられる。晩期再発など、早期再発行を要領したラビンを中心とした治療法、または、新規薬剤寛解導入療法 APL が、他のアマルと区別される最大の特徴は、オールトランスレチノイン酸による分化誘導療法が有効なことである。 この薬剤の登場により APL はアマルの中で最も汚れ良好な群となった。しかし APL は専用更新を伴う重篤な発種清潔管内、凝固症候群を合併するため速やかに治療を開始する必要がある。またイートラ治療中に APL 文化症候群と呼ばれる急激な白血球増加や発熱、不腫、アーズ様の呼吸不全、腎不全、 心不全を生じることがあるため、治療には注意を要する。レチノイン酸症候群が発症した場合は、エイトラを休薬し、副腎皮質ホルモンを投与する。なお、エイトラ治療中は、絶対にトラネキサム酸を投与してはならない。原則として、アントラサイクリン系と標準量シタラビンとエイトラを併用する。白血玉数、APL ともに少ない場合は、 エイトラ単独でも良いが、この場合でも、白血玉数が増加した場合には、アントラサイクリン系と、標準量シタラビンを追加する。寛解後療法アントラサイクリン、標準量シタラビンを3コース行う。上記治療後に、PCR 検査で PML ララが陰性であれば、経過観察で良い。アヒ酸により再度寛解に至ることが多いので、 アヒサンアントラサイクリンによる治療が第一選択となる。ただし、アヒサンは知的不整脈を起こす危険があるなどの副作用も多い。また引き続き、アヒサンを含む化学療法を寛解護療法として行うが、再発も多いため、PCR 検査で PML ララが陰性であれば、自己増血肝細胞移植を行う。陽性であれば、 同種増血幹細胞移植を考慮する。アヒさんが使用できない場合は、ゲムツズマブオゾガマイシンやタミバロテンが用いられる。増血幹細胞移植では、致死量をはるかに超えた大量の抗がん剤と放射線によって、白血病幹細胞を含めて、病的細胞を一気に根こそぎ死滅させることを目指す。しかし、この強力な治療によって正常な増血細胞も、 死滅するので患者は増血能力を完全に失い、そのままでは患者は確実に死亡する。そのために HLA 型の一致した健康人の正常な増血幹細胞を移植して健康な増血システムを再建する必要がある。しかしこの方法はあまりに強力なため体力の乏しい患者や高齢者は治療に耐えられない。そのためミニ移植という手段もある。 ミニ移植では全処置の抗がん剤投与や放射線治療はあまり強力にはしない。そのために白血病患細胞は一部が生き残る可能性は高いが移植した正常な増血システムによる免疫によって残った白血病患細胞が根絶されることを期待する。ただしミニ移植でもかなり強力な治療には違いないのですべての患者が適応になるわけではない。 一家の分子標的治療薬が開発研究進められており、蒸気化学療法との併用治療が検討されている。FLT3 阻害薬細胞増殖促進の受容体系チロシンキナーゼである FLT3-FMS-LIKE チロシンキナセ3遺伝子の阻害剤として FLT3 遺伝子変異陽性、アマルに対する薬剤として以下がある。と阻害薬。 クエ塩酸脱水素酵素、とノット1、とニー電子変異陽性、アマルに対する薬剤として以下がある BCL2、阻害薬 DOT1 リットル阻害薬ベッド阻害薬急性骨髄性、白血病の発症率は年間人口10万人あたり3から4人と考えられているので、年間人口10万人あたり500人強離化する、ガン全体の中では稀なガンである。しかし、 他の癌は、青年者ではほとんど罹患しないので青年者の癌の中では、急性骨髄急性白血病は最も頻度が高く、また青年者の死亡の中で、急性骨髄性白血病による死亡は、自己死に次いで多い。とはいえ、急性骨髄性白血病は、若年者も発症するものの、高齢者の発症率はより高いため、人口の高齢化とと,ともに発症率は増加している。 書籍、ありがとうございます。